はい、お昼ね、海鮮丼をね、食べてきました。うん、美味しかったですね。もうね、外でもね、食べれるようになってたんですけど、もう外がね、予約でいっぱいってことでね、テーブル席で食べたんですけど、もうすぐね、目の前が海でね、まあ、港みたいな感じの、うん、いいところでしたね。うん、美味しかった。これからですね、水無し本陣、道の駅ね、にね、行ってみようかと思ってます。まあ、仁田峠まで行ければいいけどね。今の目いっぱい音立てていったな。はい、道の駅水無し本陣深江到着。どこ止めようかな。まあ、この辺りでも止めようか。なんかグーグル先生遠回りさせたね。思いっきり遠回りしたよ。こう回ってきたよ。はい、道の駅、水無し本陣を、後にしまして、今からですね、仁田峠に登ろうという話になりまして、今年に入って私仁田峠もう3回目です。結構な率で仁田峠に行っております。3週間ぐらい前かな、ここ通ったね。うん、通った。それでは仁田峠もね、やっぱ土曜日っていうこともあってね、多かったですね。はい、まあ、ちょっとね休憩をしまして、ちょっとねこれから、おギリギリやね、やっぱね、あれだけ広いと、横幅がね広いと結構しんどいかもしれないね。はい、これから千々岩の方にね、下っていくルートで、まあ伊佐江の方にね、戻ろうかなと思ってます。いやーね、エンジンかけた状態でね、またがらしてねもらったけどね、この振動はやっぱすごいね。もうなんかね、酔う感じがするね、全体が振動するんで。
今日はですね、地元長崎の方と、ツーリングということで、もう時間もちょうど今、7時に、なったんですけれども、時間がねもうほぼ今日丸1日、かかったような、感じになったんですけど、距離的にはね、多分100キロ弱しか走ってないんですけど、合間合間でね休憩をねあちこちで取ったりね、してたもんで、こんな時間になっちゃいましたけれども、お仕事の関係でね、すぐはね、お会いはちょっとできないんですけれども、と今日は一日ありがとうございました。こっちのね、梅雨がね本格的に入る前にもうちょっとね本当楽しみたいなと思ってます。またね、来週、予定が入ってますので、一応来週はですね、近海の方に、私は向かうようになってますので、はい、また来週、地元の方と、ツーリングを、はい、予定してますので、また来週ね、また行きたいなと思ってます。ということで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。こんな高いと。なんか落ち着くこの音。125久しぶり乗ったね。てかもうそこ道間違えた感じか俺。いいねー。はい、ちょっと試乗させていただいてますはい、いいねこういうのも本当。座面がねめっちゃ高いんですよね。多分 KLX の125と変わんないか、ちょっとそれよりもこれ高いっすね。以前乗ってたのと比べるとおっしゃるよりこれ高いわ。うん、面白い。いや絶対シートここめっちゃ高いもん。あ、下がります。薄いからまだ。ああ。じゃまた上がっていいですか。ああいい。どうぞ。めっちゃ低いよ。うん、全然低いよ。ベタってつくけ、ほら。ね、楽やっけ。そんな低いんすか。うん、めっちゃ楽よ。うん。